ドルリー・レーンは、エラリー・クイーンが、バーナビー・ロス名義で発表した小説に登場する、架空の探偵。4編の長編に登場する。ドルリー・レーンという名は、ロンドンにある通りから取られている。1871年11月3日、ルイジアナ州ニューオーリンズ生まれ。長身で銀髪が肩まで垂れており、海力色の鋭い目をしている。また、 ステッキやケープといった舞台となった1930年代から見ても古風な服装を好む。元はシェイクスピア俳優で聴覚を失ったために引退した。引退後はニューヨーク郊外の丘に立つハムレット層にて陰遁生活を送っている。独身術を身につけており、電話以外では通常の人間と何ら変わりなく生活できる。 俳優を引退してから犯罪学に興味を持ち始める。手紙で殺人事件の解決に関する助言を行ったことが、きっかけでブルーの地方検事、サム・ケ視シと知り合い、難事件の捜査に協力するようになる。役者の経験を活かす。物的証拠や関係者の証言など、目の前にある事実のみを論理的に組み立てて、真相を導き出す。 真相に気づいても、まだ説明すべき段階ではないと考えている間は、真相を語ろうとしない。X の悲劇、Y の悲劇では、冬のハドソン川を遠泳するなど、60代とは思えない、眼見な肉体の持ち主として描かれていたが、Z の悲劇以降は体調を崩していたこともあり、年相応に吹け込んでいる。生涯独身で、妻子はいない。ハムレット層では、 元演劇関係者の老人たちと暮らしている。また、ハムレット層の敷地内には16世紀の農村を再現した集落があり、レ園ンを慕う人々が居住しているが、人数や蘇生の詳細は描かれていない。ありがとうございます。